さしこチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。かおりです。いつもさしこチャンネルを見てくださってありがとうございます。今日はこちらにもあります、網代の図案の描き方と模様の刺し方、こちらもね、私なりのやり方なので正式なものかどうかちょっと分からないんですけれども、そちらをね、お届けしていきたいなと思います。で、動画 の最後の方にね、今回もさらし染めたんですけれども、染料の紹介もこれ使いましたっていうご紹介もさせていただこうと思っていますので、どうぞ最後までご覧ください。ではどうぞ。はい、まずですね、さらしに方眼線を描いていきます。で、今回はですね、私は今ここに書いてある方眼は7ミリ方眼になっています。いつもはね5ミリなんですけど、なんで7ミリにしたかっていうと、一つのマスの中に刺す数っていうのが1マスに1、2、3針刺すんですね。なので5ミリにするとかなり小さい針目になるので、とても大変になってしまいます。なので1センチ方眼でもいいかもしれませんね。そこはご自身のやりやすい長さで調節していただくといいと思います。私は7ミリにしました。1センチ方眼にするのが一番いいかもしれません。7ミリですね。一辺が7ミリの方眼を描いています。これ1センチでもいいと思います。今回の布巾のサイズとしましては、横が33センチで、縦が31センチで、気持ち長方形にしています。で、縫い代は1センチです。縫い代1センチです。で、ここに線が引いてあるんですけど、これは布巾完成した後に周りを押さえミシンをしようかなと思っているので書いてみました。で、外枠なんですけれども、布巾の端から4センチ、この布巾の端っこから飾り縫いまでは4センチにしました。4センチ幅にしました。で、模様から飾り縫いまでは1センチです。まとめると33センチ ×31 センチで裁断をしたさらしに、まず縫い代、ここ縫い代1センチを引きます。で、私は完成した後押さえミシンをかけるので、布巾の端から1センチのところに線を引きました。で、模様は7ミリ方眼にして、布巾の端から4センチの幅、4センチの幅のところに飾り縫いを施すデザインにしました。では実際に模様の下書きをしていきたいと思います。今こちらは青で方眼線を引いているので、模様の線は赤で描いていきたいと思います。大きい定規よりも、ちょっとこれ私家にあるもので普段使っているものなんで、三角定規なんですけど、普通の定規の方が模様を描くときは描きやすいと思います。今回の模様に関しては長い定規よりも普通の定規の方が扱いやすいかと思います。あとはいつものようにフリクションボールの 0.5 を使っていきます。まず基準となる線を引いてから進めていくと模様を描きやすいので、そちらからやっていきたいと思います。基準になる線をこの模様のちょうど角の部分から引いていきます。まずこの一番端の角の部分に斜めに線を引きます。で、次に
こです。2マスかける2マスのところに斜めに線を引きます。こういう感じです。で、ここを基準にして模様を描いていきたいと思います。次はこの赤い線を引いたところから1マス分平行にずれてここに線を引きます。で、この時ここの線とここの線を同じ長さにします。長さは 1,2,3,4 マス分です。で、この模様はすべて 1×1,2,3,4 マスの長方形が並ぶ模様になります。で、分かりやすいようにここに線を引きます。では進めていきます。次はこの線と定規を合わせてここから4マス引きます。 1,2,3,4 で、ここから平行に1マス分ずれてまた4マス分線を引きます。 1,2,3,4 4マス分で、こちらも同じように4マスの線を引きます。 1,2,3,4 です。次は横にしてまた4マス引きます。で、この時に引く4マスはこの長方形と同じ幅で引いていきます。 1,2,3,4 です。ここが同じになります。で、もう一つ目安としてはこの2本の長方形の1マス外、こちらも1マス外の長さと覚えておくと分かりやすいかと思います。で、次もこの四角を描いた時と同じこの線から1マス分平行にずれて同じ長さ4マス分の線を引いていきます。 1,2,3,4 マスです。で、もう1本同じ線を引きます。 1,2,3,4 で、またこの線と続くようにここから4マス引きます。 1,2,3,4 で、また両脇も同じ長さで線を引きます。反対側も同じです。で、もうこの状態でも網代の模様がなんとなく見えてくるかと思います。で、これを斜め下まで繰り返していきます。はい、この角まで引けました。で、今こういう状態になっています。はい、で、次はですね、この長方形をこのままそっくりここに持ってくるイメージで描いていきます。さっきもお話ししたようにこの2本分の両脇1マス分はみ出ることになりますよね。これをこのままこっちに持ってくるとこの両脇1マス分多く飛び出る状態になるので、ここにまた4マス分線を引きます。 1,2,3,4 この長方形をそのままそっくりここに持っていきたいのでこの2本の両脇1マス分1マス分が飛び出る状態で線を引きます。そしたらまた
この時と同じようにこの線と平行に1マス分ずれてここに線を引いていきます。 1,2,3,4 4マス分ですね。でまたもう一本平行にずらして4マス分の線を同じように引いていきます。で次はここにまた2本の長方形を書いていきます。ちょうどこの線とこの線に当たるように定規を置いてまた4マス分です。こういう感じになります。で同じように平行に1マス分平行にずらしてまた同じような線を引きます。また平行に1マス分ずらして4マス分同じ線を引きます。でここまで来るともうだいぶ網代の模様が見えてくるのでこういうこの要領で全部書いていきます。で今度はここに縦に書いていきます。4マス分ですね。でまた1マス分平行してずらして1,2,3,4 マス分の長さ、また1マス分平行にずらして1,2,3,4 マス分の長さですね。でまたこの方向で同じ要領で書いていきます。で今度はこっち方向ですね。でまた1マス平行にずれて長さは4マス分です。でこれを全部繰り返していきます。もうこのぐらい模様が見えてくるとだいぶ目安になると思うので周りの模様を目安にして書いていきやすいかなと思います。で書いていくうちにこう自分なりの法則が見えてくると思うので一度それが分かってしまうとスムーズに書くことができると思います。なのでこの順番じゃなくてもこっちの方が書きやすいなとかね自分でやりやすい法則を見つけれると次から書くときに手順が楽になると思います。でこの続きを全部この模様を全面書いていきたいと思います。で早送りしていきます。はい、模様が全部書けました。こんな感じになります。で実際に縫い進めていくんですけれども、まあ、この後の手順としては周りをしつけ糸でしつけして、裏布と表布を合わせます。今ちょっと途中刺している途中のものがありますのでちょっとね下書きが見えやすいようにね白いさらしで急遽、下書きをしていたので今途中のもので説明していきたいと思います。でこれも同じです。下書き同じものになります。こういう感じで1マスに1,2,3,3目ずつ1マスに1,2,3,3目ずつ刺していきます。でこれ全部の線がそう同じです。すべての線1マスに1,2,3,1,2,3と刺していきます。なので他の場所も1,2,3,1,2,3という風になっています。で下書きさえ書いてしまえばあとはこの線の上を1マスごとに3目ずつまっすぐ刺していくだけなので下書きが一番重要なポイントになります。でひたすらこれはこのままずっと刺していきたいと思います。こういう感じで刺しています。横線が来た時はここは布と布の間に針を通していきます。進行方向と垂直な線が出てきた時はそこは中を通していきます。で裏はここにね薄く見えると思うんですけどここに針が通ってるんですけれども裏には出ません。でこんな感じで縫い進めていきたいと思います。1マスに3目ずつ縫っていきます。でまた進行方向に垂直な線が出てきた時は
布と布の間に針を通していきます。なので裏を見ると裏には針は出ていない状態になります。でまた一マスに3目ずつ刺していきます。これをひたすら全面に繰り返していきます。で次の段に行く時も布と布の間を通して次の段に行きます。でこういう感じで全面にこのまま刺して順番にこう刺していきたいと思います。はい、片側の7目を全部刺したところです。こういう感じになります。こうね、片側の7目をこう刺していきました。まあ普通にね、いつも通りこういう感じで順番に刺していきました。で今も端っこまで来てここですね。でこの続きはですね、まああとは逆方向ですね、この逆方向をこう刺していくともう完成になりますね。まあ、やっぱり下書きさえ済んでいれば刺すのはね、そんなに難しくないのでスムーズにいくかと思います。で私昨日いつも使っている指抜きが見当たらなくてですね、久しぶりにこっちのタイプの指抜きもすごいボロボロですけどこっち使ってみたんですけどね、こういう模様にはなんか短い針でこっちの指抜きの方がなんかすごく刺しやすかったように思います。いつもはねこういう長い針で皿付きのでねこうやって刺すんですけど、家の中のどこかにはあるんですけどどこに置いたかちょっと見当たらなくって、で今回はねこの短い針でこうやってねここにこう当ててチクチクしていくんですけど刺しやすかったです。まずは逆方向をねこうやって全面にまず刺していこうと思います。はい、完成しました。こういう感じになります。ちょっと今回はねタグをつけてみました。アジロのね模様もねちょっと渋い模様なんですけれどもね、こうやってちょっと明るい色だったりタグをつけたりすると洋室とかでもね使えそうなおしゃれな模様になります。今回使った糸はこちらの2色になります。濃い方のこの焦げ茶色とチャコールグレーを使いました。51番と35番を使いました。タグが角ギリギリにしてしまったんでもうちょっと中に内側に入れればよかったかなと思うんですけど、これはこれで可愛いかなと思います。これもいろんな色の組み合わせができるので色違いで作るのも楽しいと思います。今回もさらしを染めて使ってみたんですけど、染料何を使ったかっていうのをね紹介していきたいかなと思います。こちらの前にも紹介した都染めコールダイオールのカーネーションっていう色を使いました。今回はね混ぜないでこのまま単色で染めたんですね。とっても可愛い色でした。コーラルピンクっていう感じですかね、印象としては。今のこの動画に映っている色味実際のものに近いと思いますので参考になるかなと思います。購入検討されている方こちらの色が今日のさらしの色により近いかと思います。インスタの画像よりも多分 YouTube の方がリアルなものになっていると思いますので、今後も紹介していくのでぜひ参考にしてみてください。コメントにね、裏側の綺麗に刺す方法何かありますかっていうコメントいただいてたんですけど、私もね裏側は得意ではないんですけれども、綺麗に刺す方法っていうよりは気をつけていることっていう感じでね、またそれはそれで紹介する動画をアップしていきたいなと考えています。今いくつかねリクエストいただいているので順番にお答えして動画を作っていこうと思っているので少々お待ちくださいっていう感じですね。ちょっと1ヶ月ぐらいにわたってになっちゃうかもしれないですけど、リクエスト動画アップしていくので少しお待ちください。はい、ということで今日はアジロの図案の描き方と刺し方
をお送りいたしました。この動画が少しでも参考になりましたら、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴くださってありがとうございました。